突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは暖かくしながらかな。完全にこれ風邪の引き始めですね。でさっき市販の風邪薬飲んだんですけど、飲んで10分ぐらいすると頭がぼーっとして気分が軽く高揚してくるんですが、これは私だけなんでしょうか。まあ、しかしながらですね、今日はその間にパッと取りたいと思います。ここ逃したらあとは今日はもうオワコンになると思うんで、では早速行きましょう。萩原恭平選手戦で痛めた足の影響により、朝倉未来に路上で勝ったら1000万円が本来であるならば今月末だったのですが、11月20日に延期となりました。しかし朝倉未来選手がぜんやる気で、その意気込みをこう語っております。名前売りたいとか、いい戦いをして褒められてとか、期待してるならやめた方がいい。俺は本気で行く。舐めたやつだったら痛い目合わせてやる。まあどっちにしろやりますけど、逆に本気が伝われば俺も楽しいし、舐めたやついたらただじゃ返さないぞっていう話ですね。初めて喧嘩をしたのは15歳ぐらいで、先輩後輩の上下関係を無視したところから始まって、勝ち続けていくと暴走族から狙われ出して、空手と相撲小さい頃やってたけど普通に喧嘩が強かったですねと。そしてなぜ喧嘩をしてましたかの質問に対しては、それこそ名誉、強さの証明と、不良の世界は強い方が偉かった、不良の世界で成り上がるには喧嘩が強いことが一番必要だったことかな。喧嘩と格闘技は別物。喧嘩は汚くなれる。ただ喧嘩で培った分析力は役に立っている。そして1000万狙ってないやつはダメ。本気で取りに来てほしい。俺が挑戦側だったらそうするんで。選ばれたらラッキーみたいな感じで来たら大怪我すると思いますよ。それで選ばれてヘラヘラ来るんだったら覚悟しろよって感じです。僕の1000万企画はこれで最後。もう応募してくるやついなくなると思いますよと。そしてこの企画に対するファンの反応に対しては、格闘家としてクレベルに負けてそんなことやってる場合じゃないだろうって気持ちもわかる。でも自分の中でリベンジしてチャンピオンになるというのはもう決まってるんで、それはもう言われなくたってやるよって話で、リベンジはするから。それとは別にこういう企画で格闘界が盛り上がると思って受けた話なんですけど、もうちょっと俺を信じろよ。もっと柔らかい考え方すれば、そこからスター選手が生まれたり、日本の格闘技界はもっと続いていくんだぞということを言いたい。でもこの企画は 100% いく。終わってみれば納得するんじゃないかと思いますけどねと。そしてラスト、応募者たちのリストを見ながら、見に行ってみたいです。本当に目の前で言えるのかと、どうやら面接に立ち会いそうな雰囲気を残して終了です。これはあれですね。私と全く同じ経歴と全く同じものの考え方でしたね。はい。俺も昔の血がうずいちまったぜ。科学部で顕微鏡を覗いてた時のあの時の血がなと。はい。で、その後ね、すぐクビになって帰宅部になった俺をなめんなよと。はい。次行かせていただきます。そして略してコナマク選手、ジャン斉藤さんのツイートになります。コナー・マクレガーがまたやった。イタリアのローマのパーティーの最中にミュージシャンの DJ フランシスコに突然殴りかかり、鼻の骨折などの怪我を負わせたそうですと。被害に遭った DJ フランシスコさんはその怪我の模様を写真に撮り、自身の SNS にアップしております。さらにジャン斉藤さん、なおマクレガーは生まれたばかりの息子の洗礼儀式のためにバチカンのサンピエトロ大聖堂に寄った帰り道だそうです。狂ってると。でさらに追記としまして、この件に関するニュースを漁っていたら、マクレガーはジョン・ジョーンズと犯罪歴を勝負していますというコメントに笑ってしまいましたとありますね。まあね、何回もね、同じこと繰り返す人っていうのはね、そういうタイプで治らないのかもしれないですね。元イクメン議員の宮崎健介さんが懲りずに何度も不倫してしまうようにですね、はい、例えがね、スケールダウンしてどうするんだっていう話になってしまいましたが、ライジン31の前哨番組、久保優太選手と庄司選手による正直に優太郎というタイトルのついた動画になります。司会は前回に続きアマレス兄弟の兄と、私も声が似ていると言われる笹原圭一さん。笹原さん曰く、ライジンライブの時の久保優太選手と庄司選手のコンビでの配信の数字が
とても良かったらしく、このコンビありだなと思っての今回だと。久保雄太選手は前回の時は試合に負けてすぐの出演だったので元気がなかったのですが、今回は通常モードといった感じでしたね。庄司選手は前回確かにかなりふざけてくれて配信自体ね跳ねましたので、今回も期待です。まず庄司選手、朝一緒に朝倉未来選手と練習してますがどんな感じなんですかと聞かれ、普通に淡々とやっていますと。笹原さんはライジンライブでのたまたま見た朝倉未来選手の試合前のリングチェックがめちゃめちゃ気合が入っていて、いつもより入れ込んでいて、しかし試合が始まったら冷静になっていて、どこかでスイッチ入れ替えたんだと思うけど、それが勝因だったのかなと思ったと。久保雄太選手は萩原恭平選手が下でコントロールされる場面が多かったので、めちゃくちゃその気持ちわかると思って見ていたそうです。そしてサラクボチャンネルでも公開していた太田選手戦で負傷してしまった前十字靭帯断裂の現在の状況ですが、椅子に座るのもやっとなほどでまだ全然痛いらしく、練習は再開できていないとのこと。そして庄司選手、山に派選手とのことを聞かれて、ムカついてます、山に派だけは許せんですわ、腹立ってます、いつか勝負つけようと思ってますと、飲むシリカをぐいっと飲んできちんとスポンサー様をアピールしながら、ビジネス怒りにもご就寝でいろいろ板についてきておりました。そしてライジン31の話題へ。久保雄太選手の吉成名高選手への票はムエタイで層の厚い軽量級でラジャとルンピニーの2大タイトルを取れたのは本当にすごいことで、動きも天才的で、対戦相手の石川選手の試合も見ましたが、うまくコントロールされて正直当てられないんじゃないかなと思うと、庄司選手は吉成選手は顔もめちゃ可愛い、腹立つわ、男は顔じゃないよと。そして久保雄太選手の注目の試合は、同じフェザー級で現在ブレイブジムで一緒に練習をしている芦田貴博選手 vs 金原正則選手だそうで、芦田選手はボクシング出身なので、そのパンチの技術と、金原さんは深志選手などともキックボクシングの試合も過去しているので、立ち技目線から楽しみにしていると。庄司選手は練習と試合は違うと前置きしつつも、選手間でよく会話になる、誰が一番強いとなった時に大体名前が出てくるのが金原さんだと。これは本当によく聞きますね。特に金原さんの前蹴りと膝蹴りはえげつなく、練習でもよくやってくるらしく、それでダウンさせられて、金原さんはその姿を見てめっちゃ笑ってくるド S らしいです。で、久保雄太選手も、金原さんは MMA の選手には珍しくアップライトで前蹴りを打ちやすいような構えになっていると。なのでこの試合は金原さんの前蹴りに注目だそうです。こうやって分かりやすく見どころが分かると楽しみ方が全然変わってきますよね。金原さんは前蹴り。そして庄司選手の見どころは、須田理央剛選手 vs セイント選手だそうで、セイント選手のパンチはめちゃうまくてフィジカルも強い、重いのに中重量級の動きをするのでどう考えても KO 必死になるし、須田理央選手のセコンドに遠線井上さんがついているので場外乱闘もあり得る、迫力ありますよ。っていうか、セイントに勝てる日本人なんているの？そこに須田理央剛が向かっていくという図式と、そういえば須田理央剛選手ヒールみたいな風潮も一時期ありましたが、これは皆さんどっち応援なんでしょうか？私はやっぱ高源氏かな。そして伊藤誠一郎選手と戦う橋本君太選手は、なんと現役の慶応大学生で、就職先もすでに決まっていて、今後二刀流でやっていくらしく、さらにアピールポイントの欄にあるビジュアルというところに丸をつけるほど見た目には自信があるそうです。ここでね、また庄司選手の出番なんですが、男は顔じゃないよって大きな声で叫んでおりました。ドミネーター選手は他の配信でこの橋本君太選手のルックスの話題になった時に、負けてほしいなって言ってましたね。もちろんかっこ笑いだと思いますが。そして阿部大地選手 vs 明選手。阿部大地選手は柔道高校インターハイ取った後、すぐにキックボクシングに通って、そこでもチャンピオンになって、そこから UFC 行って、ワン行って、そこからライジンに戻る。庄司選手曰く、今この階級で阿部大地選手の相手になると言ったら明選手になるんじゃないかなと。しかし明選手の腹は効かない、金原選手の前蹴りも効かないと。やはり皆さん石渡塾長の YouTube 見てるようです。
阿部大地選手はキックボクシングで戦うので遠い距離からの攻撃になる。しかもテイクダウンにめちゃくちゃ強いので多分できないと思う。そこをアキラ選手がどう詰めていくのかがポイントだと。アキラ選手はゴミ高則選手の一番弟子でしたが、ゴミ選手は今回阿部選手のセコンドにつくという因縁もあるそうです。はい、ここで私の似ていると主張する人はあんまり似てないのコーナーなのですが、顔、須田理央剛選手が痩せると阿部大地選手になると思うのですがどうでしょうか。そしてメインイベントの斉藤豊選手 vs 牛久潤太郎選手。笹原さん曰く立場が人を作るという言葉があるが、斉藤選手はチャンピオンになって変わったと。しかしイベントをメインとして背負うことでそれがいいプレッシャーになるのか、それとも重圧となって力を出すことができなくなるのか、雷神の未来を託すような試合でもあると。久保優太選手は僕も経験あるんですけど、確かにメインとかチャンピオンになるとその大会の練習ってめちゃめちゃ頑張る。しかしそこでバーンとさらに強くなる選手とオーバーワークなどでうまくいかなくなる選手のどっちのタイプもいる。ただ勝つだけではなく責任感も生まれて KO だったりにこだわったりする気持ちも生まれてくると、チャンピオンになった人にしかわからないような貴重な目線での話も聞かせてくれました。そして庄司選手も、牛久選手はここで勝てば人生変わる、会場も大きいしお客さんもいるし、その中で実力以上のものを出せる選手もいれば出せない選手もいて、それはすごい分かれる、そこが本当に試されると、やはりメンタルの重要性を語っておりました。人間はやっぱ本当精神動物ですよね。それが全てと言ってもいいかもしれないですね。なので親ガチャとかね言ってる人もそうですよね。何もないところから始めるからこそいいんじゃんって思う人もいれば、基準を勝手に高く見積もって今の自分を悲観したり妬んだり、そういういい風のいい方の気持ちを持てるように育ててもらったんなら、親のお金とか社会的立場とか関係なく、どちらでも親ガチャ成功ですよね。キーワードはやはり感謝でしょうね。なので親ガチャではなく感謝ガチャに成功したかどうかだと私は思っておりますが。そしてラスト、笹原さん。プライドの時は34で消滅してしまったけど、雷神はもうちょっとでそれを超えられそうなところまで来た。5年6年やり続けてきて、格闘技自体に熱がついてきた。今回の大会は初参戦の選手が多く、その中から誰がスターになるのかというところに注目していただければなと締めておりました。笹原さん、本たくさん読んでいて非常に文学的で、こういうところもですね、私声もね似ていると言われますが、少し私も似ているところなのかなと勝手に思っておりますが、ちょっとねおこがましすぎたところでですね、実はもう一つ前哨番組ありまして、こちらはさらにライジン公式からドミネーター選手がゲストで、ライジン31を100倍楽しむための動画というのも出ておりまして、まず白川陸斗選手は昔ダークリクトというリングネームだったのに、ライジンに出るタイミングで本名の白川陸斗に変わってて、ダサいリングネーム同士だったのに逃げられてしまった感があると。はい、でもこれは前所属していた道場では全員名前にダークをつけなければいけなくて、しかし東京来たタイミングでそうではなくなったのでというのが事情だと思いますが、さらに斉藤選手についてはこんなこともおっしゃっておりました。最初はすごい真面目な人だと思ったが、今は頑固な人なのかもしれないと思い始めていると。いい意味で人に流されない自分の考えを持っている。しかしあまりに自分を曲げないので、いい意味でも悪い意味でも周りに馴染まない、そういう選手なのかなと思うと、ドミネーター選手の個性を生かした独自の引きつけられる目線で語ってくれておりました。まあ、しかしながら斉藤豊選手のファイトスタイルは真面目で王道なスタイルと。そしてドミネーター選手自身が平本蓮選手に対戦要求されていることに対しては、どこまで本気で言ってんのかなという気がしますよね、彼についてはとおっしゃってました。そして話題は変わりまして、アメリカテキサス州ヒューストンで現地時間17日に行われたフューリー FC52 に元 UFC ファイターの石原ヤシャボー選手が出場いたしました。現在5連敗中、勝てば4年1ヶ月ぶりの勝利の中、相手はブラジルのビニシウス・ザニ選手。結果は1ラウンドを有利に進めるも2ラウンドでダウン。しかし相手はローブローで減点でイーブン。
3ラウンドを手数で勝ったように見えたヤシャボー選手でしたが、判定は有利に進めたはずの1ラウンドまでザニ選手につけたジャッジが1人。ヤシャボー選手も首をかしげる中、残りの2人は28対28でドローで、結果はドロー。つまり相手選手の減点がなければヤシャボー選手は負けていたということですね。ダウンを2度したので、それも大きかったと思います。試合後、ヤシャボー選手は、あともう少しや、まだまだ行くぜ、あの仕留めるところは日々の瞬間をこのためにってことで、引き分け再戦な、仕留めるチャンス到来、みんな応援ありがとう、ヤシャタン来てます来てますとツイートしておりました。そして中井凜選手も久々の試合なのですが、こちらは非公式試合、対戦相手はキックから MMA に挑戦中の二刀流鈴木マリア選手。試合は1ラウンドキック、2ラウンド MMA のミックスルールで、さらにオープンフィンガーグローブ着用で行われましたが、1ラウンドキックルールに関わらず優勢に進める中井凜選手、2ラウンド即倒しにかかり、パウンド連打でレフェリーストップももともと勝敗なしのルールのため、これにて終了。しかしながら中井凜選手はその後得意のバク宙を披露してケージを降りたそうで、その後このようなツイートをしております。ミックスルール終えることができました。志村代表、私を出場させていただきありがとうございました。レフリージャッジ審判団の皆様、スタッフ関係者の皆様、お世話になりありがとうございました。お疲れ様でした。鈴木マリア選手、ありがとうございました。ファンの皆様に感謝しています。ありがとうございましたと。はい、次は公式試合で見たいですね。そしてさらに柔術重量級国内で敵なし、関根シュレック秀樹選手やアンディ・コングさんなどにも過去勝利しているイゴール・田辺選手の MMA デビュー戦ですね。ヒート49になります。対戦相手はアウトサイダーにもね、過去出場していた経験を持つ清水浩司選手。結果は相手にケージを背負わせた状態にして、組みつき、テイクダウン、そして下から三角で締め落として勝利となりました。リングマイクではヒート50へのさらなる出場もアピールしていたということです。その後のツイッターでは皆さん報告です。昨日ですが、ヒート49にて MMA デビュー戦を1ラウンド57秒三角締めで勝利できました。ヒートの関係者をはじめ、対戦相手、スポンサー様、所属ジム、練習でお世話になったジム、家族、応援してくれる方々にすごく感謝してます。これからも引き続きよろしくお願いいたしますと。でですね、ここで関根シュレック秀樹選手がおめでとう、とうとうこっちの世界へ来たねとツイートして、それに対してシュレックさんありがとうございますと返してるんですが、他にもですね、たくさんの方からのね、おめでとうの声をいただいておりまして、最近私とても寂しく過ごしているので、羨ましく思いました。そして佐々木うるか選手、これはですね、金曜日の夜ぐらいのね、まずツイートになるんですが、佐々木うるか、土日ともに店舗にいます、新作も揃ってますと、自身のですね、怠け者がイエス・キリストになっちゃったのデザインでおなじみのレジーゴッドのポップアップイベントがですね、新宿丸井本館にて行われていたんですが、そこにですね、日曜日、渡辺修斗選手ツイートです。うるか君のやってるレジーゴッドのポップアップ行ってきました。いろいろ着せてもらってめっちゃ可愛かった。怠け者のパーカー買いました。うるか君可愛い服たくさん紹介してくれてありがとうと、このようにつながりあるみたいです。もしかしたらレイジーなのかな。でもう少し渡辺修斗選手追いかけてみましょう。この後の渡辺修斗選手のツイートになります。将軍バーガー町田店、めちゃくちゃ美味しくてびっくり、食べたハンバーガーの中で歴代1位ですと。先ほどは新宿にいたのですが、そこから町田に移動しました。で、これに対して渡辺香菜選手が、将軍バーガーやばいよねとコメント残しまして、それに対して渡辺修斗選手、やばい、前から気になっててやっと食べれた、ジューシーすぎてやばいと。渡辺香菜選手は、たまにウーバーする、私も将軍バーガーが1位笑いと。で、このやり取りを見ていた上田隆夫さん、将軍バーガーは俺もナンバーワンだと思ってる、富山県発祥。渡辺修斗選手、マジうまいです、野菜抜きにしました笑い。上田隆夫さん、野菜あった方がうまいやろ。渡辺修斗選手、ちなみに芋は残しました笑いと。はい、確かにね、ポテトのこと芋っていう人、少しねポテトのこと下げすんでるかもしれませんね。そんなことないかな。はいと、かなりですね、渡辺修斗選手休日を満喫している様子でした。そしてまだ渡辺修斗選手の話題ありますから逃がしませんから。はい、
ヒカル、今月入ってダイエット開始してすでにマイナス3キロ。やればできるやん。このままキープしておくれ。もちろんね、ヒカルは恋人の青野ヒカル選手のことになりますね。それに対して青野ヒカル選手、脱デブ。渡辺修斗選手、ブーブー。何ですか？この世界観。これこそ恋のマジカルライフなんじゃないでしょうか。はい、それではラスト、柴田さんの話題で締めさせていただきます。柴田さんの話すると、柴田はもういいんじゃないというねコメントちらほらつくんですが、まあ幅広く取り扱わさせていただくということで、こちらはですね、最近の雷神について思うことという動画になりまして、まずですね、朝倉未来選手は雷神に対してかなりの発言権があると思うと。で、理由は出る必要のない雷神ランドマークなどに出場したりして恩を売ってきているためとしておりました。で、続いてですね、話題は浩二選手のことにね、やはり移りまして、雷神32沖縄大会の出場が決まり、誰でもかかってこいや、かっこ沖縄の選手限定と浩二さんは言っていると。試合を4回も5回もやって1回も勝ってない浩二をまだ雷神はリングに上げるのかと、榊原社長に浩二はケツでも貸したのかってぐらい、榊原社長は浩二を手厚く保護している、優しいと。あと、散々逃げておいて、言うことをやることが違かったりして、まだ俺は誰とでもやってやるわ、と言っているが、実力もないし、口下手ならこれ以上ビッグマウス吐かなきゃいいのに、と。しかし、めちゃめちゃ俯瞰から言うと、ビジネスマンとして優秀なのかな、とは思ったね、と。これからもキックボクシングを使ってお金を稼ぎたいだろうから、柴田とやって負けたら自分の商品価値をどん底にまで落とすことになるから、ビジネスマンがゆえにやらないと思ったし、4回も負けたら普通は呼んでもらえないのに、それでもまた呼んでもらえるというのは、格闘技の実力以上の仕事を取ってこれるということは、ビジネスマンとして見た時には敏腕営業マンだなとは思う。まあ今回はすごい弱い選手を当てられて、勝って大晦日出るか、もしくは今回負けて大晦日で引退マッチ、ライジンに捨てられずに試合取ってこれるので、ビジネスマンとしての実力はあるんだろうなとは思いましたね、と。ビジネスマンとしてはすごいと。そして自身については、もともと広谷選手戦で総合格闘技最後の試合にしようと思って出た。そしたらまぐれで勝っちゃって、でもライジンからローガン・ポールって話が来て、それは美味しすぎるからやらせてくださいって言ったけど、それがきっとローガン・ポールが WWE と契約したせいで流れちゃって、で、浩二選手との試合も自分が煽りすぎたせいで流れちゃって、それでも大晦日やってくださいと言われているが、出ることが目的になっちゃいけないし、別にテレビ出て有名になりたいとも思っていない。それに、ライジン側から提示されたギャラがあまりにも低くて、今熱が引いてる状態だそうです。なので、僕のテンション的に大晦日はちょっとないかな、ということでした。で、昨日は朝倉未来選手と堀口恭司選手が同時に柴田へ、柴田さんへという動画を出しておりまして、朝倉未来選手は結構な数柴田に冷たすぎるという内容の DM が来るが、よく考えてみてくれ。それは柴田自分のせいでしょ？再生回数欲しすぎて俺をバッシングしまくった時あったでしょ？柴田はやりすぎちゃうからという内容のものと、堀口恭司選手の方は、柴田さんからアメリカの自宅に釣りのルアーなどが届き、堀口恭司選手がそのお返しを買いに行くという内容のものでした。はい、というわけで本日は以上になります。平本蓮選手自身の YouTube の中で、アメリカは初めての土地なので、どこに行ってもワクワク感があるという話から、子供の時は自分家の近所が全部の世界だったという話になり、そこから映画ドラえもんじゃない方のスタンドバイミーの話になり、その冒頭で大人になってる主人公が子供の頃を解雇して、当時この小さな町が私にとっては全てだったというセリフがあって、いい表現するなと思って好きだという話をしていて、で、ドラえもんじゃない方のスタンドバイミーは、皆さんの中にもね、好きな人多いと思うのですが、私が好きなのは、最後エンディングをですね、ベン・イー・キングのスタンドバイミーが流れてですね、ダーリン、ダーリン、ステン、バイミーのダーリンのところの日本語訳が、友よになってるんですよね。私、異性に使う単語だと思ってたんですけど、ここで友よって訳すのがいいなと思いましたね。いろいろ超越してて。ダーリンってなって、最愛の人ってなったら、それはもう恋人でも夫婦でも友でもいいんだってね。その根っこの気持ちは同じじゃんって。だからあれかもしんないですね。
キリスト教で愛の最大級のものをアガペーと言いますが、そこにね、アガペー感を感じたのかもしれないですね。で、皆さん、スタンドバイミーって何が面白いかって説明できますか？もともとはスティーブン・キングの原作のホラー小説の一編の映画化で、はっきり言ってストーリー的にはそんなに驚くような展開はないのに、でもめちゃめちゃ面白い。昔、ジョジョの奇妙な冒険の荒木裕彦先生の物語の作り方という本を読んだ時に、これだというのがありまして、読者がその作品を好きだと思う順序として一番に挙げていたのが、ストーリーや絵や漫画では一番はキャラクターと言われているのですが、そうではなくて世界観だと。世界観こそがその作品を最も愛してやまない理由だと書いてありまして、で、ドラえもんじゃない方のスタンドバイミーの監督はロブライナーというのですが、こちらのインタビューを読んだ時には、子供の気持ちを理解できるように、自分が当時を思い出せるように膝をついて目線を同じにしてずっと撮影していたとこちらには書いてありまして、あ、なるほど、こういうことかと思いました。この間ハイローズの14歳という曲少し紹介させてもらいまして、いつでもどんな時でもそのレコードのスイッチを入れてごらん、当時好きだった曲を聴けばいつでもその当時の気持ちに戻れるぜってありましたが、それと同じでスタンドバイミーを見ると、あ、すいません、ドラえもんじゃない方のスタンドバイミーを見ると、いつでも子供の時の気持ちに戻れて心地よいですよね。そういう心の共通体験がたくさん入っている映画だっていうことだと思います。私以前菊次郎の夏も好きだって言わせてもらいましたが、そういう子供が主人公系の映画、そこを着眼点にして漁るように見ていた時期があったんですが、それができてるかどうかが子供主人公系作品が成功するかどうかのキーポイントだということは間違いないなと思いました。はい、これまだまだね、続きが実はあるんですが、キリがないのでこの辺で。はい、ちゅうわけで高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。ダララッタダララッタダララッタタタタダララッ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 タタタタダララッ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 タタタダダララッタダララッタダララッタということで、始まらないんかいというところで、また聞いてね。